ゆめまるさん、おめでとうございます。すごい。すごいよな。うん、電撃。お子さんがもういらっしゃる。いるいるいる。お腹に。そう。女の子か。女の子。うん、いや、電撃ですよ。電撃だった。でも2人目。付き合ってたんだっけあれ。付き合ってたよね。多分半年か1年ぐらい付き合ってたんじゃない。うん、あ、そうなんだ。多分そうだと思う。うん、いや俺も全然わかんないんだけど。うん、でもなんかそのサブチャンでもうちょいちょい登場してたからね、うんうん、彼女さんの声とかは、ね、ああそうね、そう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 、だからまあいるなってなってた、同棲みたいにはなってたんだよね多分ね、うん、同棲しててあの時のツイッターの湧き方やばくなかった、いやすごかったよ、あの寮とかもトミーがそう置いてかれてますけど、トミーがあでもよく考えたらジローがいるから安心みたいな、めちゃくちゃできなそうなやつさらされてたもんね、俺の砦みたいになってる、で俺寮を空、うん、そう、トミが一応この4人で先生やってる、してんのよ、でもそうね、ケスも入ってるから、まあそうかな、負けられない戦い入ってる説もある、うん、いやでもね、森山はまだねスッとしてそうや、 あるな、うん、なるほど、ね、いやどうだろう森山ってね結構うまいこと使われる側の男だ、女の子何人か抱えてるように見えるけど、その女の子たちも男をこう抱えてるみたいな、なるほどね、感じになって、お抱えの人なんだ、もうやばって抱えるし抱えられてるみたいな、なるほどね、なるほどね、じゃあ結婚遠そうだな、どうなんだろう、でも森山にバチコンハマったらお互いあるだろう、いきそうじゃない、でもなんかタイミングってやっぱあるじゃん、うん、年齢的なものとか収入的なものとか、うん、まあ、その時の体調とか、まあ、そういうの全部あると思うんだけど、うん、夢丸とかもそれがピタッとハマったんだろうね、だからなるほど、確かに、まあいっかって多分なったんだよ、確かにで結構なんかまあいっかって思えるまでが長いじゃん、結婚って、はい、結婚してもいいよなって思うまでが、で夢丸の結婚見たら結構理想的だなと思って、俺の理想だな、うん、ああそう、でも一応授かり婚なのかな、まあそうなのかもしれない、なるよ多分、確かにね、俺そっち派だから、うん、確かにね、もう子供が授かったらもうね、さすがにね、進むしかない、進むしかないよ、俺は絶対さ、そのゴムつけるタイプの人間だ、子供できるってことはもう しなくていいと思ってやってる、あかっこ決まってんだろ、だったらそれは結婚する、なんかさ、そのゴムするしないでさ、うん、こう決まるじゃん多分、うん、だしなくてもこうできる女性は、うん、多分自分の中でスッてもう多分整理できてて、うん、もうこいつと結婚してもいいからゴムじゃない、そうだなっていう形じゃん、うん、最悪そこまで、だからそれをこうビビって感じれる女性がいるかどうか、うん、感じてそのよく聞くじゃん、会った時ビビって感じましたみたいな、うん、なかなかないんだよな、あんな後付けだろ、あれはね、マジで後付けあれクソ後付け俺信じてたよ、あれはクソ後付け、わかるわけね、だよな、わかるわけ、何回でもやりてえとか思ってるがビビでしょ、じゃあ、めっちゃ感じてるわ、うん、常日頃から、常日頃から、うわ、こいつとやりてえとか、だから、なんか実は、なんかおかわりしちゃう人とかいない、長い間、そういう人いない、あるあるある、いる、だから、その中にいる可能性はあると思うんだよ、俺、だってさ、おかわりしちゃう女性ってさ、うん、よかったから、まあね、やっぱこう、うん、もう一回選ぶわけじゃん、うん、で結構そこだと思うんだよ、俺ないな、でもないな、ないんかい、ないな、ないんかい、じっくり考えてないから、ないわ、ない、逆にね、うん、ないか、そういう関係性で都合がいいで、うん、止まっちゃう、そう、これからもよろしくって、うん、それは末永く行こうや、いやいやいや、そこはそこで、そん中にいないか、いないな、いないね、で俺 YouTuber 結構むずいと思ってて、うん、なんかもうあれが違うじゃん、フェーズが変わっちゃうじゃん人生の、うんうん、その友達なんかその有名になるみたいなのがあるから、うん、結構俺は昔から自分のことを知ってる人に俺は戻る気がする、あなんだかんだ分かんないけど、うん、なんか安心するじゃん、なるほどね、そうそうそう、意外と同級生ってとこに食いついてくるやつってよりは、そう、もともと明神光治郎を知ってるやつみたいな、はいはいはい、とか、いや無理だな、いや無理だな、おいおいおい地元を一回聞かけたけどちょっといなかったな、まあでもリサとかは、リサとかだから5年前ぐらいからも知ってるから、そうかそうか、長くていいみたいな感じで安心感あるみたいなわけだから、そういう、俺逆だな、完全にスピード勝負だな、ね、新しくね来る子がいいな、トップを感じないと無理だな俺でもトップ多分吹くよそろそろ吹くんじゃね年齢的にも、まあ、29の代ですね、29だからもうすぐトップとんでもない
ない嵐来る、たまに。来んじゃん。あるよな。絶対ある。婚活しようよ、じゃあ。いいよ。でもどうすればいいか分かんないんだけど。提案すぎる。婚活ってむずくない？ほんと、ケス、俺、トミー、リョウ、ソラで、一回ちょっとサミットやるか。ああ。やった方がいいと思う。婚活サミット。結婚できないサミット。それおもろそう。お互いを罵り合うのはだから。お前の方が後だから。確かに。え、りょうくんってどんな感じこれ分かんないんだけど。できないね。できないんだ。なんか、その、完璧すぎるから。はい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 、なるほどね。誰がついていけんの？りょうは女性、だからりさも言ってたけど、りょうは多分結構むずそう。あー、うん。なんか、好きな女性のタイプはってりさが聞いたの。うん。そしたら、なんか、まあある程度の人みたいなこと言ってたし。はい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 。それって超むずいらしい。むずい。妥協するポイントが分かんないじゃん、どこか。うん。逆にむずいと思うよ、あれはみたいなアベレージヒッターみたいなもんじゃないね。なんかヒット打ち続けれるやつみたいな感じになっちゃうから、うんうんうん、ホームランはゼロだけど、うん、打率は 2.5 とか。なるほどね。2割5分とか。しかも量とかってさ、多分だけどさ、結構あれ高いじゃん、ハードル、うん、相手に求めるハードルも絶対高いじゃんっていう。いや多分ね、低いんだと思う。逆にでも量に誰が行こうと思えるのって。確かに量が高値の花なんで。そう、量があまりにも高値の花。そう、家も綺麗、おしゃれ、車もいい、金持ってる、身長高い、かっこいい、足長い、かっこいい。そっか、女の子側からが難しいんだ。で、時間絶対守れるとか、うん、全てが完璧なの。確かに。だから本当にすごい高値の花なんだよね。ほう。当時でいうキムタクみたいな存在だから今ね、うん、あいつをキムタクとイコールだよ。高嶺の花度合いに、うん、相手もやっぱ工藤静香級のやつじゃないと。そう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 、そうなってくるんじゃない。でもそうなってくるの、今の工藤静香が寮行かないとダメなんだ。そうだな、高嶺の花が行かないとな。そう、でも婚活って何するんだろう。いや、分かんない。みんなでも婚活婚活言うやん、うん、気持ちはね。婚活してる友達いる？まあ俺否定に気持ちは婚活。それはそうや、うん、5人そうだから。そっか、そうだよね、うん、合コンみたいな飲み会とかやったりとかが婚活なのか。合コンは婚活。あれは違う、あれは違う、あれは違う、チャラ活、うん、チャラ活。そこにもう来ちゃってるから、その、うん、そういう場に。そう、じゃそこは見れないよね。そうか。え、じゃあなんかどこで出会うんだろう。だからそれが問題、それが難しいんだって。どこで出会うんだろう。婚活って動画撮りてえな。どういう女がねえか。いや、わかんねえよ、もうなんか結婚がわかんないから。わかんない。タイプとかもわかんないの。確かにね。結婚したいタイプとかもわかんない。未知の話だから。むずいな。確かに。2回ぐらいしないと無理かもね、結婚。確かに、全然俺も突き止められてないもん、結婚が何だ。なるほどね。俺してもわかんないの。俺もわかんねえから、結婚じゃ。適当に2回ぐらいやってみて。俺何なんだろうと思った時あるよ。試しに結婚してみるか、うん、1回で、これが違うわとか、うん、で、別れ、離婚してそうやってバツついてくるんだろう。バツつけて、いや、ダリーよ、離婚は。マジでダリーよ。もう結婚すんのもだるいんだから。確かに。そのそか、オペレーションが。は、俺はオペレーションと呼ぶけど、あれは大変だから、家族同士。神格だけじゃない。はいはいはい、確かにね。いや、神格だけじゃないのよ、結局。向こうの両親とかいたわ。そう、結局ね。いや、そっか、いろんな人を巻き込むんだ。神格だけってみんな言うんすわ。結婚だってって言うの。婚姻届だけじゃ済まねえか。すまんすまん、しかも結婚するやん、うん、それさ、もう多分1年ぐらいは結婚しなきゃいけないわけよ、どんなに早くても離婚が。まあね、そうそう、でしょ。そしたらもうその間にお中元問題やら、お中元、あ、そうそう、もう家族同士の飯やら、なんだ、いっぱいあるわけ。相手の誕生日だったり、そうそうそう、相手の親の誕生日、親だって、もう母の日、父の日。あ、すごい、敬老、すごいやんだから。敬老の日までいっちゃう。敬老の日はない。敬老の日はないけど、あんのよ、いっぱいあるだろうな。しかもあっちの家族だけじゃなくて、両親だけじゃないよ、いとこも出てくるからね。おー、だからいとこと会うのにはやっぱ時間かかったりするわけだから、はいはいはい、そうそう、両親はすぐ会えるかもしれないけど、いとこ、じゃあ家族ぐるみでご飯食べましょうだったら、いとこと会うのに半年かかったりするからね。あー、なるほどね。そう、だからどうするとやっぱダラダラやってもタイトにやっても1年は絶対結婚しなきゃいけない。なるほどね。そうそう、離婚の紙書くまでも。なるほど。そう、
そういうのやればやるほどもうどんどん抜けられなくなるのよやっぱりそういう抜けたいとかじゃないよ俺がじゃないけど確かにもうハマっもうもうハマっちゃうからザンってそうじゃあ軽い気持ちじゃできねえできねえな、うん、できねえできないちょっと婚活教えてほしいわだって結婚ってなったら、うん、自分たちは神隠って言ってるかもしれないけど自分たちの両親は、うん、いやいやうちの圭介と、ね、康二郎結婚するんですと、うんって親族とか言うわけですよ、はいはいね、そうなってくるともう大変よぞ前の経営もいっぱいあったからそうよただ髪かくだけじゃないよやっぱこれはむずいいやめちゃくちゃむずいよこれはすげえ偉人たちがいっぱいいるなそうそうそうしかも周り結構いないいる、うん、きっと上手夢もあるそう芝居をもそうそうしてるみんなしてるそこら辺はねイダホもしてるしイダホイダのもう地元のハルクもしてるしハルクもそうだあれ結構あいつああ見えてしてるからそうだったマンション買ってるわそう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 無事に出てたな出てたな出てたな高いマンション高いマンション買ったみたいに出てたけどだからそうなんだよだからねパッとはできないねやっぱねはいそこむずいよいやもうこれはもう離婚ポロッとできない分かったやっぱ見つけなきゃだなだから婚活のプロみたいなのを一旦召喚するわそんな人いるのそんなプロ何そのプロ何いるじゃん婚活のさなんかそういうやべすげえ会社経営してるやつとかお見合いとかお見合い系とかお見合いとかやらねああやるやってみる一回やってみるなんで2人でお見合いするの22のいやいやいやお見合いおかしいだろ企画じゃねえ和室でおかしいだ22のディレクションみたいなおかしいえちゃんと本気で、うん、ねちゃんと本気のお見合いなんかまず写真とか送られてくるんじゃんそうそうこういうでかいやつねかわいいこれでも決まりだからねそれもう決定だから決定だねもうこのクロスできないクロスはできないできないこの後飲み行こうってなったら分かんないけどあ、そうそうそういうことはやめようそういうことやめようそういうことやめよう本当に一発でえ、やりてぇ開いた人とお見合いお見合い22でいや、でもポッと出てくんじゃないの多分、俺は思ってるけど前代未聞の22お見合いおもろいな、でもそんな企画見たことないこっちだから、うん、お見合いってしかも親御さんもいるでしょ多分いや、いやいないパターンはそのまた次でいいまた次また次22のだって初めましてで親まで来ちゃってさ、うん、あれタイプじゃないってなるのも狭いから、うん、そうかそうか、うん、ごめんなさいのパターンもあるもん、ね、あるある全然でやっぱ一人だと緊張するからジローと一緒いやおかしいな22っておかしいお願いします22で、ね、和室でね厳格な和室で厳格な和室でけどちゃんとしたところでちゃんとしたところでね楽しみだな婚活しよういや今年中にじゃあ婚活するにはだって何から始めたのでもなんかそう婚活のプロを探すといやいやもう他力本願すぎる多分そっからダメなんだろうけど分かんないからそうするしかない、うん、そう分かんないんだ婚活とは何ぞやが分かんないから、うん、でも夢丸もさ結構さ、うん、ポッて結婚したもんね、うん、だからそういう感じなんじゃないか意外といやだから婚活は別なんそれポッと出るお前らさポッと出るのお前ら婚活楽しもうとしてる真剣にやれよ真剣だお前ら真剣にやれよ楽しもうとしてるってお前お前ちょっといいじゃんなんかお前さいいすげーなんかそこら辺のなんか便所入るみたいな気持ちでやってないねなわけないやん、まあ、だからねそのポッというパターンもあるし、うん、ポッと待ってその婚活のパターンもう2パターンぐらい走らせるほんとか同時並行で全てをやっとけばすぐできるできるでも俺思ったんだけど今29でしょ、うん、29のフリーの人たち超需要あると思うんだよいや本当に、はい、俺もさ たかが別になんか2個上ぐらいだけど、うん、31の代じゃん、うん、で俺の代ってもうさいい案件の人ってもう完全に結婚しちゃってるみたいな、うん、なるほどねでだからその俺の友達とかから女の子からいい子紹介してくんないみたいな言われても、うん、もう俺の同級生の全員結婚してる、うん、空いてないのよポジションがなるほどねで売り切れてんだ完全になるほどねガラ空きですここでこっちガラ空きなの、うん、ここのパターンパカパカうんそうパカパカよだからそこ大事なのここら辺空いてんのはいいと思うゴロキですよ、うん、でも女性も30ぐらいになってくるとね、うん、焦るからね多分いや別に同年代じゃなくていいもんそうね、うん、下がいいよね下かな下でいいかな、うん、26ぐらいがちょうどいいよないい数字いい数字だよないい数字そこら辺欲張っていい24とかで欲張るなそれは欲張るね22とかいっちゃったりしてね22はちょっとでも社会経験してほしいまだねこれ賢い人好きだからそうかそうかそうだねそう社会経験はしてほしいえじゃあ飯作ってほしいとかそういう条件は全然ない俺は俺作ったら喜ぶああ
で俺も作るから。なるほどね。俺全部作る。なるほどね。余裕。なるほど、ね、好きだから。まあでもね、本当別居婚の方がいい。まあそう、それは、それはなんかみんな見てて、もう周り見てて思う幸せの形だなって。絶対別居婚の方がいいよ。それ言ってやっぱ他人だからさ。そうそうそう。その全てを共にするのは無理があるね。俺なんか最近その先輩でね、結婚してる人がいるんだけど、その人の家飲みに行った。そしたらもうね、まるであのセックスレスの夫婦の形だったもんね。そうよ。そう、もうなんかさ、結婚してからジーパンしか履かなくなっちゃったみたいな、奥さん。あ、はいはい。で、私がちょっと化粧してもやっぱ気づかないし。なるほどね。夫はで、なんかデートとかスカートとか履いて、何スカート履いてんのとかちょっと茶化されるみたいな。うん、やだな。そう、それ嫌じゃん。そうなっちゃう。そうなっちゃう。それはそうよ。新鮮な気持ちなくなるから一緒にいいんだもん。そうそう、だからそういうのはね、避けた方がいい。週の半分だから、まあ結婚しても別居婚じゃなくてもいいけど、自分の家は持っときたい。そうそうそう、そう絶対そう。俺もそっち派だな。そうと一人の時間欲しいからさ、うん、そう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 、それよく、それの方がいい。それを理解してくれる子がいい。さあ、それが一番じゃない。うん、だから履歴書にそれ書こう。俺の婚活の。なるほどね。別居婚ありですか。別居婚。これはちょっとハードル高すぎたけど検索したんですけど、言いませんでした別居婚ありな女性とかいないもんな、多分。あんまり22のお見合いありですまずね、まずまず、わけわかんない、わけわかんないから。合コンやん。それ何だからお見合い服が違うだけだよちょっとスーツ着てるかどうか。時代も進化していきますからね。そうね、2233のお見合いも出てくるじゃないですか。出てくるから。まあ、じゃあ婚活するということでした、ね。はい、頑張っていただいて。まあ、ゆめまるさん、おめでとうございます。おめでとうございます。1年後楽しみにしてください。うん、みんな期待してて。結婚式でお会いしましょう。あ、お会いしましょう。楽しみだわ。トミーとかその辺を全抜きしていくからで、もう絶望させるあいつらやっぱりもうちょっとこう身近が出ないと焦らないだろう、ね。いや、そうそう、そうあいつら、ちょっと確かに鉄叩くわ、俺が。